ヤエル・アラド効果が有効になりましたね。はい、まあ、タイミングとしては非常にいいとこ入りましたね。はい、有効を取られました江本優子です。こちらイスラエルのヤエル・アラド、テレビのスポーツキャスターをしているということだったんですが、イスラエルではもう大スターらしいですね。そうですね。残り1分です。試合大会が終わったらさあ足技で行きます。手元まだ45秒ある。お家拾います。休みをもらって旅行して温泉にでも入りたいというこの江本優子ですが、気持ちよく温泉に浸かりたいところなんですけれども、有効一つリードされました。大外に行きます。激しい攻防、勝った方がいいですね。この江本選手は趣味は美容室巡りでちょくちょく髪型を変えるのが趣味だというんですが、今日はねちょっとあの短い髪で赤い髪止め。さあ残り時間があと20秒になります。まだ有効ですから逆転のチャンスはあります。追い込んでほしいですね。おー、できました。内股いきました。もう一回チャンスありますよ。はい、今副審が指導のこうポーズをしましたね。はい、指導です。指導です。ヤエル・アラド指導。しかしまだリードされています。これでアラド選手逃げれなくなりますからね。残り10秒です。チャンスある。残り6秒、61キログラム級の準決勝の第2試合です。思い切って一つ、三宅が敗れていますから、江本が敗れますとこの61キログラム級日本の決勝進出はありません。残り3秒になりました。時間です。惜しかったですね。日本の江本優子、イスラエルのヤエル・アラドに有効を奪われまして敗れました。小外刈りでした。これで61キログラム級の決勝はやはりまあ世界の実力者ナンバーワンのベルギーのゲラ・バンデカベイエとイスラエルのヤエル・アラドの対戦ということになりまして、日本準決勝までは三宅と江本が進んだんですけれども、残念ながら準決勝で両者敗れてしまいました。ここですね、はい、足が揃いましたね。そうですね、揃ったところね、小外綺麗に小つま先が変わりましたね。ヤエル・アラドが決勝進出を果たしています。はい、